アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、安藤さくらです。私は今撮影でグアムに来ています。人生で2回目のグアム、ドキドキワクワクしながら撮影をしました。なんとね、実は私晴れ女で、結構ねロケ中もずっと晴れてたので、その映像の中でも青空に注目して見てもらえたらなと思います。あとは野球が初挑戦でしたね。普段サッカーは好きでよく応援してるんですけど、野球をしっかりやったのは初めてで、野球も楽しいんだなぁと新たな発見がありました。とても濃い素敵な内容になっておりますので、皆様ぜひご覧ください。以上、安藤さくらでした。撮影中一番苦労したこと、そうですね、このストーリー編って結構セリフを言うじゃないですか。で、私普段こういった何でしょう、甘々というかアイドルっぽい可愛らしいセリフっていうのを今までファンの皆様に正直言ったことがなくて多分ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、結構ねさっぱりサバサバ答えてしまうタイプなので、こういった特に制服でのシーンですね、UK の告白みたいなことするじゃないですか。もう本当に恥ずかしかったです本当に多分恥ずかしさがにじみ出てると思うので、そこもちょっと注目してみてもらえたらなと思います。頑張りました。一番印象に残ったこと、さっきもちょっとコメントで言ったんですけど、野球は本当に楽しかったです。ただすごい炎天下の中、もう日差しじりじり浴びながらやったのも逆に印象的ですね。野球少年はこんなに暑い中野球してるんだ、こんなに大変なんだなっていう気持ちが共感できたというか、はい、楽しかったです。印象に残ってます。家に帰ってまず最初にすること、家に帰って、まあ、手洗いは必ずしますね。その後は結構家でダラダラする時間が好きなのですぐ横になります。ずっとゴロゴロしてますね。スタイル維持で普段気をつけてることありません食べてる時間が一番幸せじゃないですか。私甘いものも大好きで本当にたくさん食べるんですね。なので普段から気をつけていることっていうのは本当にないです。筋トレとかもそんなに毎日ストイックにやったりするタイプではないので。ただ撮影日が決まったら1週間前から燃焼スープ、スープだけの生活を1週間だけします。それぐらいですかね。言われて嬉しい言葉、そうですね、撮影中にも私運動神経がすごい悪いので、野球できるじゃんとか、運動神経いいねとか足速いねとか言われたかな、言われたような気がします。なんかそういった自分のコンプレックスだったり気にしてることを褒めてもらえると嬉しいですね。旅行してみたい場所あります。どこだったかな、トルコです。トルコ、気球がすごい綺麗じゃないですか。パソコンのホーム画像になるみたいな感じの、わかりますか、伝わりますか、ロケーションがすごい綺麗だなって思ったのと、あとウユニ塩湖があるボリビアに行ってみたいです。すごい綺麗なんですよ。写真撮るのが好きでカメラを結構旅行の時とか持ち歩いてるので、そういった写真が綺麗に撮れるような場所に行きたいですね。座右の銘ですね。座右の銘は、雲外蒼天っていう四字熟語がありまして、どんなに厚い雲も通り抜ければ切り抜ければそこは青い空が広がっているから、どんなに努力どんなに困難な道のりでも努力すれば必ず叶うよっていう意味です。こういう言葉を知ってから、どんなに難しくても自分の努力が足りないだけだから、しっかり頑張れば夢は叶うんだなっていうことが知れたというか気づいたので、その言葉を座右の銘にしています。自分の性格を一言で、
怠け者です。そうだな、典型的な大型ですね。ガサツだし、結構適当だし、大雑把なので。今後挑戦してみたいお仕事、そうですね、イベント MC のお仕事をよくやらせていただいてるんですけど、そういって声を使ったお仕事、ナレーションだったりとか、ラジオのパーソナリティとかにちょっと憧れてます。あとはストーリー編の演技をちょっと褒められたので、演技も挑戦してみたいなと思ってます。いつも応援してくださりありがとうございます。またこの DVD で知ってくださった方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、これからも私安藤さくらの活躍を見届けてもらえたらなと思います。皆さんの誇りになるような人物になりたいなと思っているので、これからも応援よろしくお願いします。バイバイ。